スズメカは、鳥類スズメメのトガである。旧世界に広く生息する。ただし、両米にも外来種として生息する。種子を食べる。系統樹は、ヨハンソンへ通る、などより。ただし、細部の系統は、不確実性が多い。は、シブリーアルクイストのスズメカに含まれていた群。スズメカは、セキレイカや、ナイン、プライメリードアサインズと禁煙である。ただし、 スズメカと赤霊カがナインプライメリードアサインズに内包されるという説もある。スズメハタオリアカはハタオリドリカからスズメカに移されたが、これには異論もある。伝統的にはカイデチョウカや天人チョウカと共に講義のハタオリドリカに含まれ、スズメアカ、スズメハタオリアカとされていた。ただし、これらのトガからスズメカはやや離れた系統位置にある。 スズメハタオリアカはスズメアカに含めることもあった。ポーコックは頭骨の特徴からスズメカを分離した。シブリーアルクイストは国際動物命名規約上の選手権に基づきハタオリドリカの名称をスズメカに変更し岩ヒバリカ、セキレ霊カを赤として含めた。族と種は国際鳥類学会議による11属48種。 スズメハタオリアカは四族八種、スズメアカは七族四十種。スズメカパッセリダエとハタオリドリカプロシャイティを同じトガとするなら、この二つの加盟はシノニムとなる。チェイピンはこのトガをハタオリドリカとしたが、シブリーアルクイストは国際動物命名規約上の選手権に基づき、名称をスズメカに変更した。ただし彼らは後に、 トかの範囲も変更した。日本では、プロシャイティを、スズメカと呼ぶことがあった。現在は、スズメカとハタウリドリカは別科なので、選手権の問題はない。古典的な、ハタウリドリカには、現在のスズメカ、パッセリダエハタウリドリカプロシャイティカエデチョウカ、エストリルディデイ天人ンンチョウカビデューディが含まれていた。ジェイピンはそれらが禁煙だとして、ハタウリドリカにまとめた。彼は、 大旗織り鳥かブーバローナソディを別化としていたが、ススキンはそれも旗織り鳥かに含めた。彼は、旗織り鳥かを6赤に分け、デラッカーエドモンド・ブランなどにより、天人鳥赤が独立した赤となり、コリアスコリアスは7赤を置いた。スズメ旗織り赤やキクスズメ赤を認めない説や、スズメ赤、大旗織り赤、カエデ蝶赤、天人鳥赤を独立化とする説もあった。 アトリカの日は赤、カルデューリニーを含める説もあった。シブリーアルクイストはこのトガの名称を、スズメカに変更した。シブリーアルクイストは、さらに、岩ヒバリカ、セキレイカを赤として加え、従来の赤のいくつかを統合し、敬語赤とした。スズメハタオリアカ、オオハタオリドリアカ、キクスズメアカは、ハタオリドリアカに、天人鳥アカは、カイデ蝶アカに含め、カイデ蝶アカを、 カエデ蝶族エストリルギニーと天人蝶族ビジューニーに分けた。現在は、スズメカ、ハタオリドリカ、カエデ蝶カ、天人蝶カ、岩ヒバリカ、赤霊カは独立化となっている。しかし大ハタオリアカは分離されず、キクスズメアカと共に、ハタオリドリカに含まれる。スズメハタオリアカを含むトガは、スズメカか,か、ハタオリドリカか論争がある。ありがとうございます。